イソニは、韓国中世南道保、ネイシ出身の歌手。1984年にデビューし、多くのヒット曲を輩出した。イソンヒとも表記される。1984年、大学の先輩であるイムソンギュンとの、男女混成ユニット、4幕5画として出場した第5回、MBC 川辺歌謡祭において、J で大賞を受賞し大きな関心を集めて、 ソロ歌手としてデビュー。11月には、KBS 歌謡トップ10で、同曲が5週連続1位を獲得する。年末には、KBS 歌謡対象新人賞、m b c 十大歌手歌謡祭新人賞、10大歌手、最高人気歌謡と、史上初の3巻を受賞する。翌年の1985年には、1枚目のアルバム、R、昔用を発表する。 タイトル曲を含む7曲をトップ10入りさせる。年末に発表した2枚目のアルバム、秋の風もヒットさせ、ゴールデンディスク賞、KBS 歌謡大賞、歌手賞、MBC10 大歌手歌謡祭、歌手賞を受賞。1986年に発表した3枚目のアルバム、知りたいは、KBS 歌謡トップ10では、自身2度目の5週連続1位の獲得をはじめ、 1>, 1ヶ月放送回数107回、MBC ラジオ音楽チャートで15週1位の記録を作った。1988年、4枚目のアルバム、愛が散る、この席を発表。このアルバムの収録曲である、私はいつも、あなたのことを、で、自身3度目の KBS 火曜トップ10での5週連続1位を達成。また、韓国で、ロックの父と呼ばれるシン。 順ンが1972年に歌った美しい鉱山をカバーし爆発的な歌唱力で人気を博す。1991年にはソウル特別市議会議員選挙で最年少当選を果たす。2004年イスンギを発掘しボーカルレッスンを担当しデビューさせた。その後アメリカへ留学。2009年に帰国し国内での活動を再開させた。 2010年には、僕の彼女はキュービギツネの挿入歌を担当し話題になる。イソに公式サイト。ありがとうございます。